ウェイヨーどうもかけまるです。なんでしょうか。マジで、うん、人生どん底です。どうした。私はまだ何も聞いてないんですけど、なんか動画をぶち上りたいということで、まあ、緊急でカメラ回してるんですけど、はい、もうやだ。うるさ、もうやだ、結構うるさい、もうやだ、怖いんだけど。泣きたい。何これ2回目なんですけど、人生で何無声無声2回。おいおいおい、無声は十何回してるわ。何怖いんだけど何助けてください皆さん。早く言ってよ。昨日、お母さん前十字じん帯切った。え？そんないんですよ。よくないだろ。よくないか。今の話は冗談です。でもお母さんマジで前十字じん帯切って1年前ぐらいからちょうど。なんか言ってたね。そう、お母さんスキーで膝やって、ちょサッカーもやってるから今現役で。やっと最近復帰したんですよ。今ケイゴくんもさ、膝の前十字じん帯やってるけど、うん、本当に早期復帰願ってます、僕は。はい、エロキャプテン。エロキャプテン言うな。まあ、エロいけど。スクショしたわ、あれ。まあ、夜の縦回転すごいって聞きますけど、エロキャプテンは。まあ、このことは僕はナナちゃんに内緒にしてたんですけど、はい、じゃあ言うよ。今からナナちゃんに俺のやらかし言いたい。今から言うよ、なあちゃんにやらかしたこと。今から言うぜ、ワンツーワンツーせーの、今から、あー言うぜ。マジ怒んない。怒るよ、ものによっては。怒らないって言って。怒らない。いい、じゃあ怒んないで。絶対怒んない。実は事故に遭ってました。こっそー。こわー、こわー。もう一回言って。僕、事故だっす。え、交通事故。まあ、厳密に言うと一人事故。マジ2週間前。やば。まあ、それだけだったら別にいいんですけど、話の続きがあるんですよ。嘘でしょ。え、バーンみたいな感じ。体大丈夫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 。そこは大丈夫。事故かも。下がるぞ。ガードレール的なものにぶつかったの。これ。ってことは運転が下手ってことだ。そう。まあちゃんと警察とかも呼んで対処してもらったんですけど、これをずっとナーチョに隠してまして。確かに。最近車使ってなかったからね。そう。いや、ただそれだけだったら別にいいんですよ。うん、ミスったぐらいで、なるんですけど。ハリちゃんが大怪我したんですよ。マジ？え、どこ？この愛車のね、ハリヤ、通称ハリちゃん、ハリちゃんが大怪我してしまったんですよ。どこ？左のサイド。え、なんだって？まあまあまあ。写真一応皆さんに見せます。こちらです。やば。これ結構やばくない？マジで。カタ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 カ。どうやったらこの傷つく？いや、なんか。結構長めのガードレールで。長めのガードレール、ガードレールみたいなやつ。ガードレールの長さ関係ある、この傷の長さに。で、最初当たってんの気づかなかったで、その当たってんのに気づかなくて30センチ以上ザザザザって行っちゃったわけよ。つまり運転が下手で、あー、みんなこれだけだとまださ別にそう、なえないじゃん。まあ、なえるか。なえる。愛車が傷つくっていうことの虚しさ。しかも2回目だからね。これ2回目なんですよ。しかも同じとこじゃない。同じとこ、左サイド2回目。しかも今回のが重傷。ウインカー出せー。これやこっせー。ヤンキーカップルや。今危なかったね。危なかった今。でね、ハリちゃんが大怪我して、うん、僕こっそりナナちゃんにバレないように修理しに行ったんですよ、証拠に見つけるために。
で今さお互い別々の家に住んでてハリちゃんうちにあるからバレないやん直してたら。だからその作戦をやろうと思ったんですけど、でもやっぱりなあちゃんのことを思い浮かびながら車運転してたら、まあ、うちの車でもあるからね。あ、これ2人で買った車ですから、さすがに言わないとなっていう両親が傷ついて、今回なあちゃんに報告させていただきました。すいませんでした。まあでもね、自分で直したって。自分で直しに行きました。いいんじゃない。分かんなかったし。ただこの後なんですよ。この後なんですよ、重大な話があって。そう、直しに行ったんですけど、うん、いくらしたと思う。まあ、前回の見た感じ、前回のさ、傷ちょっとだったよ、うん、前回で10万弱したわけよ。15ぐらい。ブブー。さあ、残りの回答機は2つ。さあ、当てれるのか。16。ブブー。19。ブブー。はい、ということで修理代割り勘です。今外れたからね、3回ね。3回外れたからね。何？うるさいって何？正解は20万しました。19で合ってるよ。いや、20万です。19です。いや、20万。19です。まあ、その傷直すプラス、あとコーティングとか、あとオイルとかも全部やってもらったから、うわ、それ含めて。胸詐欺。胸詐欺。全然詐欺じゃないでしょ。だって、なあちゃんずっと隠してたから、俺。言わなきゃバレなかったと思うけど。え、そう、これで言わなかったら俺は一生バレてなかったけど、なんか言っちゃいました。隠してたんだ。え、これ隠してたの。うちらの中に隠し事はなしじゃないんだ。ごめん、ぶつけた瞬間に言ってくれればよかった。あの、2回目だったからめっちゃダサいなと思って。いや、ダサいよ。2回目の方が大きい傷つ。だからこの前回と今回合わせて30万僕飛んでるんですよ。ちょっと待って、うん、はもうあれだよ、本当に危ないだよ、やっぱり。マジで本当に慣れてる。30万、まあ、今回20万だけど、20万の重さ分かるでしょ、なーちゃんは。分かるよ。20万ってさ、新卒1年目の初任給だよ。それが1ヶ月分全部。ディオールのネックレス何個買えるかな。やめてやめてやめて。さ、服とかさ、ちょっと高いなとか、もう自分のやつ何個買えんだろうね。やめてー。うわ、ジョジョ園とか、毎日ジョジョ園。20万俺の20万どこ行った。1ヶ月ジョジョ園行ける。マジで耐えてる、本当に。20万の重すががすがすぎて。えすがすが出てきたよ。皆さん、助けてください。コメントで僕を励ましてください。20万、いや、30万、痛すぎます。本当に慣れてます。いや、この気持ちを大事にしてほしい。うちは母ちゃんすぐ忘れるから、こういう気持ち。今どんな気持ち。今マジでマンションの2階から飛び降りたい。めちゃくちゃハリちゃんがかわいそうになってきた。うん、なんか今泣いてる声聞こえるよ、うちは。ピーピーピー。発言するならおもろいことにして。ハリちゃん泣いてるよ。で、ちょっと今回交渉したくて今回動画回してるんですけど、修理費用ですね。やだ。僕8割持つんで。なんで2割持ってもらえますか。ちょ、助手席にも持ってなかったよ。まあ、一応一緒で買った車だから。お、まあ、一応連帯責任みたいな感じで。ちょっと待って、あ、もうじゃあ分かった、分かった。俺7持つわ。 7!7持つ、3持てる。持てるわけないでしょ。なんで8-2がダメで7-3いけるの。じゃあ 8.5 対 1.5 は。いや無理。9-1は。で、コーティングとかしたんでしょ。コーティングとかしたそれは払うけど、修理費は自分で払って。そうしなきゃ自分の罪の重さ感じられないでしょ。だから何回も何回も同じことやるんだよ。いや嫌じゃない。反省して。全部俺が払う。反省して。全部俺が払う。かっこよくないわ。いい、そこは任せて。そこは任せて。任せて、当たり前だよ。惜しいな、シャキ言ってよ。それ任せて俺に。だからそこは、あー、いやー、かわいそう。ハリちゃんに謝ってあげて。ハリちゃん、2回も傷つけてすいませんでした。お腹すぐ男だ。お腹すぐ
ビナーって書くとき分回してるくせにめっちゃ気づくイキリ運転して先輩の前で俺運転うまいんすよみたいなアピールしといて前向いていこう。なーちゃん俺マジでなーちゃんに励まどうまーい。マジ一回待って20万じゃあ一回待ってお願い一回マジで励ましてほしい。本当にどん底だから今分かったマジで励まして煽ってくんだよみたいな。うちなら払えない20万も車になんでかってぶつけないからうぜー芝行きたい。まあそこだよね。芝行きたい。じゃあかっくんに張りやまだ早かったか。難しいね運転ねえ。おいマジでイライラ左の感覚わからないからね。イライラしてきたやばいマジで。あーかわいそういやなんかうちが選んだからさやっぱハリアン。ちょっともう一個報告あったんですけど、はい、この20万カードで決済したんですけど、はい、これナーチのカードでやりました。ナーチってバカだよねあんたのカードで俺が引きったからあんたの口座から20万来月引き落とされる。ナーチってバカだよねなぜ笑っている貴様。なぜ笑っている。なんでだ。このゲームには必勝法がある。何なんだって貴様。まさかあのカード登録口座変えといたんだよね。やったーやられたー。くっそー俺としたことが私は見抜いていた。俺たちがあのカードを使うことを俺たちのことが傷直したんでしょ。うん、なんかこのドアのところに傷なかった。ええどういうこと。ここになんだ手がつけたからどういうこと。ちっちゃい傷なかった。ビーってあったあった。えあったなんか傷ビーっていうのともう一個上の方にくるんっていうのあってその2箇所やったよ。まさかこの日を待っていた。うわやられた貴様。えあの傷は俺がつけたんじゃなくてあれはなーちゃんの傷か。まあまあまあ証拠はくっそ、まあ、一緒に直してくれたんだよかった。この日はずっと待ってた。あれ俺がガードレールつけたやつじゃないよね絶対。だってあんなとこにつかないよ。まあ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 、でなんかの反応でついたのかなと思ってとりあえずこの2箇所お願いしますって言った。まあ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 、カーブ内側通り過ぎて木の枝ビーってやったとか言えないんだけど。こいつマジか。今回は僕がやらかしたって話でした。はい、反省してくれればそれでいいです。はい、命が無事だったので僕はな、それがね、良かったですよ。命に代えれるものはないですからね。はい、20万なんてね、安い安い。まあ命はね、何億って以上がありますから。なんつった命に価値つけてる。うわ、最低命には価値は20万。お前の命も20万安い。まあ、命ってのはね、お金で買えませんから。うちが言ったのもさ、自分が言ったかのように。これ編集者の特権。別にお金なんてどうでもいいですよ、人生生きてりゃ。まあ、生きてりゃボロ儲けだよ。生きてりゃ、ラッパー生きてりゃボロ儲けラッパーよ。まあ、本当に人生なんて今悩んでる人とかたくさんいると思うんですけど、生きてりゃいいんですよ。そうもう、飯食って生きてられりゃ、なんだっていいですよ。だから楽しく今後も皆さん人生生きていきましょう。はい、ということでかっくん、頑張ると思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャレンジ登録、インスタ、ツイッターのフォローと TikTok に無駄データもぜひお願いします。みんなどんどんあの煽り切り抜きをお願いしますかっくんに反省させるためにということで、今回は僕の20万、いや30万円が消えた話でした。なんで10万って言うの。この前のやつ、まあ、まあ気をつけましょう、お互い。車はね、危ないですから皆さんも車の運転気をつけてくださいね。事故じゃなくてすごかったね。
バンとかいう、うん、ということで今日という日が皆さんにとってより良い一日になりますように。せーの、ジップ。でもちょっとさ、支払いするときに店員さんに格好つけなくて、どうされて与えますか、分割にしますかって聞かれたから、いや一括でって言って、20万一括でって言って、かっこいいですね。